今回紹介するのは「羽生結弦は女装をしない」「誰も描かなかったフィギュアの世界」という本です羽生結弦ファン筆読きっついのス助太ファンが超絶マニアックに描いたフィギュアが100倍楽しめる本フィギュアスケート界で人気実力ともにナンバーワンを誇る羽生結弦羽生のスケーティングを語るとき人は美しい 観客を引き込むという曖昧な表現に終始するか何回ジャンプを飛べたかという点をクローズアップするばかりだ著者は38年間この競技を見続けてきた生っ粋のスケートファンフィギュア愛炸裂のマニアックな視点で羽生の演技の何がどう素晴らしいかを表現技術の両面から分析10代からのスケーティングを振り返り 羽生がなぜ強いのか、なぜ美しいのかを徹底的に考察する。ショパンバラード1番、生命についても詳しく語る。また、宇野賞を磨く。ハビエル・フェルナンデス、ネイサン・チェン、パトリック・チャン、ボーヤン・ジン、ミハイル・コリアダラ、宮原智子、三原舞衣、樋口信用、メドベージェワなど、現役スケーターはもちろん、浅田真央。 伊藤緑、クワン、ストイコ、町田キなど、歴代スケーターたちの名プログラムも語り尽くす、羽生選手とフィギュアスケートマニアによるマニアのためのエッセイ。羽生結弦は助走をしない独りょマニアによるマニアのためのスケートエッセイ。冒頭から用語解説が並ぶ。正立は指輪物語に似ています。W ターンに、滑りが成長と書くところを、このターン。 このチェンジエッジがとても素晴らしいととにかく語る比的には美術品を円形から眺めるのではなく虫眼鏡で見て制作者の指紋の跡まで見つけて喜ぶ感じです作者の高山さんはきっと書きながら演技を思いうっとりなさっているに違いない www 映像とともに読みたくなりましたただ細かい文、 難解に感じる方もいるかもしれません。万人向きというよりは読み手のマニア度が図られる本です。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。